はい、どうも、ネクロスです。さあ、今回はね、ちょっと本編の前に、ちょっと考察したいんですけど、その名も、闇の神殿か、魂の神殿、どっちが、先に攻略するのが普通なんかっていうのを、まあ、考察していこうかなと。で、まず、森の神殿、炎の神殿、水の神殿の順番は、まあ、固定なんですけど、その後、闇の神殿行くか、魂の神殿行くかで分かれるんですけど、まあ、大概の人は闇の神殿が先だと思うんですけど、こちらご覧ください。下画面ポチ。この、まあ、メダル全部集めてるデータ見てもらったらわかると思うんですけど、まあ、左から翡翠、ルビー、サファイア、森、炎、水、魂、闇、光っていう順番にメダルが並んでるんよね。で、当然左側から攻略していく順に並んでいて、見てみると、まあ、森、炎、水の順番は絶対固定なんですけど、その後に魂がまず来てるんよ。魂、闇、光って順番に来とって、だから、俺は魂の神殿が先で、最後に闇の神殿クリアして、シークがゼルだって分かって、ラスボス戦ってっていう順番やと思うんですけど、闇の神殿が先やろうっていう意見もかなりあってね。で、なんで闇の神殿がそんな先に行ってる人が多いかっていうと、森、炎、水の神殿をクリアすると、まあ、その 3つのメダル持ってると、かかりこ村で、闇のノクタのイベントが始まるんよね。だから、先に闇の神殿行く人が多いと思うんですけど、片や魂の神殿は、実は森、炎、水の神殿をクリアしなくても、実は先に行くことができるんよね。バグ技なしで。まあ、バグ技使ったら両方ともの神殿すぐにワープできるけど、バグ技なしで考えると、実は水の神殿クリアせんでも、ロングフックだけ取って、そのまま帰って、あとは芸の砂漠行ってロングフック打って、誠のメガネ使って適当に、芸の砂漠突破したら、もう、魂の神殿行けるんよ。で、魂の神殿そのままクリアすると、一応水の神殿攻略せずに魂の神殿クリア先にクリアできるんよね。だから、実際先に行けるのって魂の神殿なんよ。で、魂の神殿でゲットできるミラーシールドは、闇の神殿でも使わんし、闇の神殿でゲットできるホバーブツって、魂の神殿でも使わんから、正味どっちから攻略しても全然クリアできるんよね。けど、どっちから行くのが正規なんかなって考えたときに、こちら、インパさんの、助けた時の、まあ、賢者のムービーなんですけど、まあ、こんな感じに、もうじき、ゼルダ姫が、なんか今、発目しかったな。ゼルダ姫が、目の前に現れて、真実がわかるだろうみたいなこと言ってるやん、今な。で、これが結構ね、キーとなってると思ってて、で、もし闇の神殿が先に攻略するんだったら、もうじき現れるだろうとか言いながら、魂の神殿に一回寄り道して、そっから、魂の神殿クリアして、ゼルダ姫が目の前に現れるっていうのは、ちょっと、まあ、もうじきって言ってるから、その、すぐに現れるとは言ってないけど、けど普通もうじき現れるだろうって言ったら、次のイベントでなるのが普通で、で、闇の神殿クリアした後に、時の神殿行って、実はシークがゼルダ姫でしたっていうのが分かるのが、まあ、基本、そういう流れになるのが普通の感じやから、何よりこれもタイトル画面でその魂闇っていう順番に並んでるんでね。だから、個人的には魂が先で、後が闇で、で、闇の神殿クリアしてインパさんからもうじきリンクがちゃうわ、ゼルダ姫がリンクの前に現れるだろうって言って、全部のメダル集まったので時の神殿行くと、実はシークがゼルダやったっていうのが分かって、っていう順番やと思うから、だから、魂が先っていう意見に一票。まあ別にどっちから攻略してもいいんやけどね。どっちから攻略しても、最終的には関係ないんやけど、個人的には魂が先っていう方が、納得がいく感じかな。で、ちなみにこれ公式の攻略本にも、闇の神殿先に書かれてるんよね。それがちょっと謎やけど。あ、そういえば前回、これちょっと下画面見えるかな。はい。で、この巨人のナイフ、全然折れへんな、みたいな話しとって。で、これ、リバースボトルアドベンチャーのおかげで、謎にこのグローブの場所に折れた巨人のナイフがあるんよ。で、ここに折れた巨人のナイフ持ってるから、だからこれ、もうすでに折れた巨人のナイフ持ってるから、これ巨人のナイフ折れへんちゃうかっていうコメントあって、あ、確かにその発想はなかったわ、と思ってて。いや、ほんまにコメント欄ではその自分が発想する、なんていうの、自分の発想よりもなんか柔らかい人が結構いててね、びっくりするんですよね。で、これ殴ると、いや、折れんのかーい。で、前回、アンケート取って、闇の神殿か魂の神殿どっち先に攻略したいですかってアンケート取った結果、
7対3ぐらいの割合で闇の神殿が多かったよね。で、なんで闇の神殿が多かったのかはようわからんけど、なんか闇の神殿多かったんで闇の神殿攻略していきましょう。というわけで、じゃあ闇の神殿いきまーす。はい、ボス部屋到着。ボンゴボンゴ戦ですね。で、これデスホールロングワープの影響で下画面が使えないです。で、なんで、こいつマスターソード1本で倒す必要があります。しかも裏なんで受けるダメージは2倍。ハートは3です。ダメージからだったらワンパンで死にます。確か。けどこれマスターソード1本で倒すので全然難しくなくて、全然練習する必要もないぐらい簡単なんでね。手が飛んでくるんですけど、その手に回転切り当てるだけなんで。で、これ右手がドーンってなった時、ドーンってなった時に飛ぶんで回転切り当たる飛びません。それはあかん！それは回転切りじゃ無理。なやつ。待ってね。ほい、回転切りで飛ばない。なんか横にやるやつ、それ！それはスクラッチは大丈夫。スクラッチはね、大丈夫。で、手のひらパンチも大丈夫。すると、正面に飛んでくるので、回転切り、で、あー、ミスった。タイミングよく、縦切り連続すると、ワンターンキルできるんですけど、まあ、失敗したね。なかなか難しいんでね。次飛んでくるね、技が。スクラッチは大丈夫。スクラッチは大丈夫。で、手のひらパンチも大丈夫。オッケー。で、上から縛いてくるのも無理。グーで殴ってくるのも無理。オッケー、2ターン切る、オッケー。まあ、こんな感じにボンゴボンゴでマスターソード1本でも全然簡単に倒せます。いや、みんなが言いたいのわかる。闇の神殿先に攻略してほしいって言ったけど、けどこういう攻略方じゃないっていうのは、なんとなくわかるよ。みんなが言いたいことわかる。うん、こういうネタがしたかっただけやから、ちゃんと闇の神殿ダンジョン攻略します。まあ、裏ゼルダの難しい仕掛けやってみたいしね、自分も。今のはただ、ボス部屋にワープして、いきなりボンゴボンゴ倒せるよっていうネタがやりたかっただけやから、ごめんなさい、許してください。何でもします。さあ、まずは、闇の神殿攻略する前に、まあ、虫メガネ絶対必要になるから、裏ゼルダやったら。だから、まず虫メガネ取りに行くんですけど、まあ、虫メガネ子供時代でしか取れないので、一応大人で、井戸の底に入る方法もあって、けど、ちっちゃい穴、ちっちゃい穴大人じゃ通れないから、結局はまあ、子供で攻略する必要があるので、子供でやります。で、まあ、やっぱ子供の武器って言ったら、まあ、コキリの剣で、コキリの剣って威力一番低くて、コキリの剣が威力1やとしたら、マスターソードもその倍の威力2で、で、第五の塔はその威力倍の4で、で、まあ、リーチも短いし、攻撃力も低いというわけで、子供でマスターソード装備しましょう。で、その方法なんですけど、今後のちょっとネタバレになるので、ちょっとカットします。はい、ちょっと画面の右側見てもらったらわかると思うけど、ちょっとマスターソードパッチできました。右側のアイコンマスターソードになってるでしょ？ちゃんと威力もリーチもちゃんとマスターソードなんで。ほら、この回転切れのこのリーチよ。これは動画の一番最後に紹介するので、まあ、よかったら、どうぞ。パート最後の時に、このバグができるんよね。なんで、それのネタバレになるか、ちょっと今回はカットするけど、一応子供でマスターソード装備できるよ。そしたら、井戸の底に入るんですけど、大人時代で、魂じゃなくて、嵐の歌を覚える必要があって、まあ、そんなめんどくさいので、壁貫通して無理やり行きます。で、コックをここに置いて、静まるまで待って、OK! 静まるまで待ったら、このままプッターウェイブースト使ってトリプルブーストクラッシュ発動させて、壁を貫通します。角度はだいたいこんなもんで。あっと、そっちにめり込むか。角度悪かったな。ちなみにこのマスターソードは見た目コキリの剣なんですけど、威力とリーチはちゃんとマスターソードになってるんでね。お前なんか結構旅出るな、お前。さっき角度どんだけ悪かったんかな。こんなもんでいけるよな。右側に揃えてほしい、こんな感じに。そしたら、コッコさん、いたいたいた。こっちおいでー。こっちおいでー。定位置がここの端っこになってるんで絶対来ます。
運が良ければ。運が良ければってか、待ってたら来ます。ちょっと運悪いよ。ちょ、コッコさん。あー、来た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 。おいおいおい。で、掴んで、まあ、そこにあの、糸の下の反転見えてるんですけど、ここから後ろ歩きして、異世界に行ったらスティック前。で、このままスティック前にして、異世界に10秒間いるとカメラが固定されるので、カメラ固定されたら、この、固定されてもされんでももうスティック上っていうのは変わらんけど。というわけで、糸の、そこに来ることできます。これ大人時代でも来れるんですけど、ここの場所通れないんでね。けど通れなくても、フックショット使って壁貫通したらこの奥行けるんですけど、この奥にもまだあの子供でしか通れないこの穴があるのでね。これ裏やったらどんだけ難しくなってんのやろ。これ爆弾で壊せんじゃね？ああ、壊せた。宝箱あるかな？いや、なんもないんかーい。ほう、なんかリーデットの声めっちゃ聞こえ、うわ、おるやん、びっくりした。おるやん。はい、マスターソード強い。あ、開いてるよ。誠の目を求めよう。ここもこれ潰せんじゃね？潰せて、宝箱あるかな？これコンパスあったら宝箱センサーがあるけど。何もないか、これ虫眼鏡で見えるやつってもないしな。これもいけるね。これ。なんか火山みたいになってるもんね。あ、穴が出てきた。え、怖っ。というわけで今回はこの辺にしたと思います。で、このマスターソードっていうのは、ニューゲームプラスでゲットするマスターソードと違って、セーブしても消えないので、次回もこれでセーブして、つけた時もね、マスターソードになってるんで、これで攻略していきましょう。じゃあ次回の動画でしましょう。バイバイ。